はい、こんにちは、団長です。今日はいつもの通りチャートギャラリーを使って4202のダイセルでトレードしてみたいと思います。はい、では早速行ってみましょう。今日はこのあたりから。はい、時は2002年ですね。2002年の2月の19日の火曜日からのスタートとなります。まずは移動平均線の並び見てみましょう。下から緑、紫、青、赤ですね。青と赤がですね、重なっているような状況ですね。少しやりにくいところですね。ここのあたりはダブルトップでしょうか。ダブルトップを形成して一気に下落して、ここはですねダブルボトムですね。320円を底値にして今上昇しているといった形ですね。一応下値切り上げといった状況なので、上昇トレンドの中かなとは思うんですが、少しやりにくい場所なので、このままですねノーポジスタートしたいと思います。では行きましょう。水木、上がりましたね。これは強くなってくるかもしれませんね。また下値が切り上がったという形でしょうか。一旦下半身つけてますので、エントリーしてもいいかなと思いますので、打診買いからいきたいと思いますね。では行きましょう。金、いいですね。週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、そうですね、下から切り上がっていってるような形に見えるかなと思います。今一気に上昇しましたので、青ですね、青を抜けてきたといったところまで来てますね。はい、という形になりますので、団長はですねこの下半身を見てエントリーして、今ここまで来てるといったところですね。下から数えますと 1,2,3 ですね。3日目となります。次気をつける必要が出てくるのが、この380円の価格の節目と、あと前の高値ですね。このあたりを注意する必要があるかなと考えております。では引き続き開局キープでいきましょう。月、下がるかもしれないですね。火、やっぱり下がってきましたね。水、ここで下から数えて 1,2,3,4,5,6 ですね。7、これは危ないかもしれませんね。一旦団長は手堅くですねここで利確しておきたいと思いますね。団長はこの下半身見て寄り付きでエントリーしましたので、ここですね、価格としては363円です。363円から、手仕舞いは引けで手仕舞いしますので371円といったところまで来ております。はい、ということでですね、一旦ノーポジからスタートしたいと思いますね。行きましょう。金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、そうですね、青の移動平均線の上に出てきたといったところですね。少し下髭が長いので、これはですね上昇する可能性はあるかなと思いますが、ちょっと怖いので、そうですね、様子見したいと思いますね。ノーポジで行きましょう。月、わー、上がっちゃいましたね。一気に上がってきました。これはもしかしたらパンパカパンになるかもしれませんね。前の高値も抜けてきましたので、少し価格はですね急に伸びてはいるんですが、打診買いしてみたいと思います。では行きましょう。火、水、木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。少しやりすぎな上昇ですね。400円を大きく超えたところで大きな上髭ついてます。ちょっとやりにくいところでエントリーしてしまいましたね。ここは一気にパンパカパンで伸びていくかなとは思ったんですが、今一応パンパカパンですので、ここはですねパンパカパンのオペレーションしたいと思います。逆下半身陰線つけてしまったらですね、ここは撤退したいと思いますね。では行きましょう。月、まだですね。火、水、これダメでしたね。という形になりますので、団長はですねここの頂点ですね、ほぼ天頂でエントリーしてしまったといった形で、今ですねここは380円撤退しようかと思います。380円、そうですね、もう1日持ってもいいかもしれませんね。ここ380円のところで下げ止まったので、この後ですね、寄り戻しですね、寄り戻しが出てくる可能性があるかなと思いますね。一旦撤退して下半身出たら再度エントリーしたいですね。ではノープチでいきましょう。木、やっぱり出ましたね。予感的中ですね。やはり380円で下げ止まったといったところで、上昇してもいいかなといったところでした。ちょっとここはですね、なかなかうまいトレードできませんでしたが、もう一度下半身出ましたので、ここはですね、エントリーしてみたいと思います。では行きましょう。金、週足見てみましょう。はい、週足です。下から数えて 1,2,3,4,5,6 と6週目ですね。引き続き上昇しているといったところです。ちょっと撤退するのもったいなかったですね。これはキープしてたら、そうですね、まだちょっともったいなかったですね。ではの、このまま引き続き開局持っていきましょう。はい、団長はですねこの下半身を見てより、エントリーしましたので、寄り付き400円ですね。400円からのスタートとなっております。では行きましょう。月、火、水、
いいですね。しっかり取り返しました。下から数えて1、2、3、4、5、6ですね。7、8、9、火曜日ですね、下から数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、かなりヒヤヒヤするトレードですね。ちょっとダイセルやりにくいかもしれませんね。この場所はやりにくいですね、という形になりますが、パンパカパンですので、もう少し持ってみたいですね。いきましょう。水木金、週足見てみましょう。はい、週足です。また陽線ですね。ここは陽線、陰線、陽線と来ている場所ですね、という形になりますので、本来であれば2陰線ですので、ここは手仕舞いのポイントなんですが、400円ですね、この緑のここですね、400円の価格の節目かつ緑にサポートされてますので、ここはですねキープしてみたいと思います。では行きましょう。月、ダメでしたね。はい、ということでですね、今日はなかなかうまくいきませんね。ちょっと難しいです。かなり触れてますので、そうですね、やはりこの2陰線で切っとくべきでした。ここはですね、今大きく下落してきましたので、一応ですね、土点売りしてみたいと思いますね。では、売りからいきましょう。火、水、木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。やっぱり陽線ですね。上昇トレンドなんでしょうか。ここはちょっと非常にやりにくいところですね。かなり苦戦します。団長は今ここの下げを見て、エントリーしたんですが、ここも上に持ってかれてるような形ですね。はい、上から数えますと 1、2、3、4、5、6、7、8 ですね。ここは下がるような雰囲気があるかなと思いますので、もう一日見てみましょう。月、下がりましたね。これで逆下半身ですので、ここでパンパカパン終了してますので、キープしたいですね。売りエントリー、引き続き売りでいきましょう。か、おお、取れましたね。ここで売りエントリー入れました。で、今ここまで来てるといったところですね。この後また上げあるかもしれませんが、ここはですね、引き続きキープでしてみたいと思います。理由としてましては、この380円ですね、この節目割ってますので、ここはキープですね。売りエントリーでいきましょう。水木、怖いですね。金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、陰線で下ヒゲついてますね。ちょっとここは乱高下するので、かなりやりにくいポイントですね。落ち着くところまで、価格が落ち着くところまでですね、あまりエントリーしない方がいいかもしれません。団長はですね、一旦ここですね、この逆下半身を見てエントリーしてますので、一旦ここでですね、手仕舞いしてもいいかなと考えております。上から数えて1、2、3、4、5、6ですね。一旦ですね、ここの引けで手仕舞いしておきたいと思いますね。では、のポジでいきましょう。月、下がってくるかもしれないですね。火、水、木、金。はい、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、そうですね、ちょっと引きの形で見た方がいいかもしれませんね。全体像を見てみますと、これは少しやりづらいポイントかなといったところですね。なかなか売りも入れづらいような場所ですね。移動平均線、下から紫、緑、青、赤ですね。ちょっとここは手を出さない方がいいかもしれませんので、引き続きノーポジでいきたいと思います。では行きましょう。月、火、水、木、これでもうすぐパンパカパンですね。金、ここは相場先生の逆日大かもしれませんね。ここの逆下半身は一旦売り入れたいと思いますので、団長は売りエントリーしたいと思います。では行きましょう。月、火曜日ですね。水、木、金、上から数えて 1、2、3、4、5、6、7 ですね。失礼しました。今火曜日になってますので、7、ここは380円のここですね、サポートラインができてるかなと思いますので、一旦ここもですね、利確しておきたいなと思いますね。ちょっと価格は大きく取れてませんが、細かく細かくですね、トレードしていきたいと思います。ではノーポジでいきましょう。水、木、これで上がってくるかもしれませんね。金、週足見てみましょう。はい、週足です。青のですね、60周移動平均線にサポートされて陽線出てきてますね。ここからもう一回ですね、上昇するような雰囲気ありますので、ここはですね、団長は買い目線で見ていきたいと思いますね。下半身出たらエントリーしたいと思います。では行きましょう。月、火、水、木、
これが下半身ですね。前の高値400円をちょっと抜けてきたかなといったところですので、ここはですね、一旦買いを入れてみてもいいかなと考えております。打診買いからいきましょう。金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足ベースで見ますと、下半身つけましたね。下から紫、緑、青、赤ですね。まだ綺麗なパンパカパンではありませんが、一旦上昇してきて下落したんですが、青のですね、60周移動平均線にサポートされてトレンド転換しているというような形に見えますので、引き続きですね、買い玉持っていきたいと思います。では行きましょう。月、火、水、木、金、いいですね。下から数えて、ここが一番底ですかね。1,2,3,4,5,6,7,8 ですね。前の高値420円近辺まで来てますので、ここは角度、そうですね。ここの移動平均線の並びはなかなかいい形ですね。まもなくパンパカパンになってくるかなと思いますので、ここはキープしたいと思います。では行きましょう。月、抜けてほしいですね。火、抜けないか。これはダブルトップの雰囲気ありますので、団長はですね、一旦利確した方がいいかなと考えております。下から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9、ここで切るべきでしたね。相場先生の9の法則でここで切るのが正しいオペレーションですね。ここまで持ってしまったのは団長の間違いだったと思います。はい、ということでここで一旦利確してですね、ノーポジでいきたいと思います。では行きましょう。水、ここは下落するかもしれませんね。ダブルトップ決まってるような雰囲気ありますので、団長は一旦ですね、ここで売り入れたいと思います。行きましょう。木、いいですね。金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、そうですね、やはり青の移動平均線にサポートされてるといった雰囲気なので、もうこれ以上下がらないかもしれませんね。一旦利確しといた方がいいような雰囲気もあるかなと思います。間もなくパンパカパンになってきますので、ここで上昇されるときついんですね。今ダブルトップ決まって、一本取りといったところでしょうか。ここの寄り付きですね、この逆下半身で見て次の日の寄り付きでエントリーしてますので、一旦団長はですね、ここは、手締まりしておきたいと思います。上昇する可能性ありますね。では行きましょう。月、でも陰線ですね。火、これは下半身でパンパカパンになってますのでエントリーすべきなんですが、ちょっとここが怖いですね。もう一度下落してくる雰囲気あるかなとも思いますので、ちょっとですね、ノーポジでいきましょう。水、木、金、はい、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、赤の移動平均線は前の高値ですね、ここを抜けてくるかなといった雰囲気で、400円より上にいますので、上昇トレンドとして見てもいいかなとも思う一方で、この上ヒゲが怖いですね。この前の高値が怖いので、団長はですね、420円超えたらエントリーを考えたいなと考えております。ではここはですね、ノーポジでいきたいと思いますね。いきましょう。月、火、水、抜けるか。木は落ちた。ここは売りを入れてもいいかなというところでしょうか。1回、2回、3回でトライ届かずといったところで、大きく下落してきましたので、一本取りしてもいいかなといったところなので、1回ですね、売り入れてみましょう。金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、まもなくパンパカパンですね。ちょっと売りも危ないかなといったところに、今少しですね、取れてます。もうあと数日落ちたら、ここですね、さすがに紫まではいかないかなと思いますので、手締まりしたいと思いますね。引き続き買いポ、売りポジションでいきましょう。月、いいですね。これで一旦紫刺さってますので、手堅くですね、ここは利確しておいた方がいいかなと思いますので、ここでですね、利確したいと思います。はい、ではですね、引き続きのポジでいきましょう。か、やっぱりこれ効いてるような雰囲気ありますよね。水、木、上がってきた。金、週足見てみましょう。はい、週足です。まだですね、青の移動平均線を割らないといったところですね。これやっぱり青の移動平均線、かなりここですね、ダイセルについてはサポートされているような意識されているところかなと思いますので、ここはもう売りエントリーはしない方が良さそうですね。下半身でもありませんので、ここはノーポジでいきたいと思います。月、これで下半身出てきましたね。一旦買ってもいいかなといった場所ですが、移動平均線の並びがそうですね、ちょっと良くないので、ノーポジでいきたいと思います。火、水、
木、金、シュアシ見てみましょう。はい、シュアシです。シュアシで見てみますとパンパカパンですね、パンパカパンの形になってはいるんですが、赤の移動平均線だけが少し右肩下がりかなといったところですね。はい、日足戻りました。今日はちょっとやりにくい場所ですね。これ下から数えるとですね、下から一番最下点ここですかね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9、相葉先生のですね9の法則過ぎてますので、ここは買いエントリー入れずに様子見したいと思いますね。月、火、下がってくるかもしれないですね。水、木、金、やりづらいですね。週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと引き続きパンパカパンですね。やはりこれはですね、この縦根、ここをですね抜けるまではエントリーしない方が良さそうですね。陽線陰線ということで、かなりボックスの拮抗しているところになってきてますので、ここはですね様子見しておきたいと思いますね。紫割れをしたら、売りエントリーしてもいいかなというところでしょうか。割れましたね。割れたんですが陰線なんですね。これは取れたかもしれません。ちょっともったいなかったですね。紫割れでエントリーしても良かったかなとは思うんですが、ここですね陽線でしたので団長エントリーできませんでした。今時はですね2002年の7月15日の月曜日ですね。引き続きノーポジでいきましょう。火、一気に下がってきました。水、木、これは危ないですね。このあたりのダイセルはやらない方が良さそうですね。やはり綺麗な移動平均線ではないので、こういった場所はですねなかなかやらない方がいいかなと考えております。はい、ではこの後少し見ていきましょう。暴れてますね。この日は何だったのかっていうぐらいですね。この日を見てさすがにエントリーはできないと思いますが、買いを持ってた人は絶対キープしますよね。そうするとこの後また下がっていっちゃうというところで、ここから逆パンパカパン開始ですね。そうですね。こういった形で下落していくといった形です。はい、以上今日は4202のダイセルでのトレードでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。